Alright, hello everybody, CP9 キャトです。引き続きね、また行こうと思います。さっきはですね、まあ、日本の方でやってたんですけど、他にもイギリス、ソビエトロシア、ドイツ、で、アメリカがあって、あんまりアメリカとの方は触ってないんで、ドイツと日本の方を育てているんです。まあ、次はドイツの方でやっていこうかなと思います。ドイツはやっぱり爆撃機とかがなかなか強いです。で、これはヘビーファイターですね。僕の虎の子です。だったかな。これだったかな。違うか。ここには書いてないしな。あの、機銃がね、たくさんあってね。9mm がいくつあったんだっけな。たくさん結構ついてんだよな。あ、あったあった。マシンガン、まあ 7.9mm のやつが4機ついてて、まあ、キャノン 20mm のやつが2機ついてて、タレットが1つついてて、めちゃくちゃ強いです。僕のお気に入り。旋回も地味に強いけどね。で、まあ、これがリサーチツリーっていうやつで、まあ、ここでいろいろと何が欲しいかなと、まあ、物色してね。で、まあ、これが欲しいなと思ったら、それを選んで、あの、リサーチしていきます。まあ、日本の方はこんな感じですね。でですね、リサーチするのにも、まあ、戦闘していってですね、ここのリサーチポイントをコツコツと貯めていかないといけないので、かなり時間がかかります。それでできた後もですね、ここの方、まあ、ゲーム内のお金なんですけど、まあ、課金でも買えますけどね、まあ、あるんですけど、それでまた購入しないといけませんので、まあ、なかなか大変で、システム的にですね、まあ、あの、ゲームで飛んでいって、さっきも例えばゼロ戦の場合はこういうのがあってです、今はカバーをリサーチしていて、ここのバーがいっぱいになったら、まあ、改めてそれがアンロックされたんで買えますよというシステムになってますね。ちょっと個人的にはまあどうでもいいんですけど、あの、ちょっとアンロックに戦闘機をアンロックする時間があまりにも長いんじゃないかなって、ちょっと個人的に不満ですね。で、左にある1,2,3,4,5っていうのがあるんですけど、あの、ティアってやつで、まあレベルですね。で、戦闘するときにはレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、そしてレベル5と、まあ、グループ分けされていってます。前はもっと細かかったんですけどね。今はもうちょっと大雑把になって、まあ戦闘機が増えたかってのもあるんですけどね。まあ強いやつから弱いやつも、まあ何でもござれという、戦闘機のバーゲンセール状態になっていますけどね。まあ、おしゃれはここまでにして早速飛んでいきましょうか。次はですね、マップにもよるんですけど、爆撃機で行って爆弾落としに行こうかなーなんて思う。あまりさすがにドミネーションでね、行くのは意味がないんで、普通の戦闘機なんて。で、サーバーがですね、まあ、3つあって、アメリカ、ヨーロッパ、そしてロシアにあります。まあ、このゲーム開発してる外人っていう会社なんですけど、ロシアの会社なんでね、まあもちろんロシアにありますよと。ぶっちゃけロシアの戦闘機強すぎだってみんな言われてんですけど、日本の方が旋回いいし、そんなにあの愚痴るほどでもあんのかななんて思うんですけどね。まあいいや、行きましょう。まあ、確かにロシア強いですけどね。まあ同じぐらいにドイツとか日本も使えるんで、やっていきましょう。で、これが爆撃機ですね。もちろん下の方に、まあ、500kg の爆弾が2つついてて、中の方にですね、まあ、お腹の方に、今画面の真ん中に来たんですけど、そこの方に、50kg爆弾が20個入っています。
まあ、普通にですね、バケキはバケキの方にっていうか、プレイしていくのがセオリーです。これでね、ドッグファイトやれなんて無理でしょう。どうしようかな。あそこの左のやつ、まあ、爆撃していこうか。まあ、これもね、アーケードバトルなんで、爆弾落としてね、まあ、全部爆弾落としてしまえば、リロードが入るんで、着陸しないで落とし続けることができます。でね、かなり便利で、1分だけですからね、待つのは。まあ、結構早く終わりますね。さてと、あそこの、まあ、赤いターゲットがあるんで、そこに爆弾落としに行きます。まあ、野戦ですね。その後は敵の飛行場に爆撃して破壊しに行きます。あれはね、この爆撃だったら1回で破壊 してね、することはできるんですけど、まあ、飛行場はやっぱりタフなんで、相当落とさないといけます。まあ、大体3、4回ぐらい多くすれば落とせん、完全に破壊することができるんじゃないかなって思ってるんですけどね。この爆弾のセットアップはちょっと初めてなんで、どうなのか分かんないですけど、やっていきましょう。そろそろですね。もうちょっと近づいたら、ちょっと視点の方を変更して落としましょう。ああ、自分たちの基地が破壊されちゃったね。で、これがまあ爆弾落としやすいやつですね。まあ、右クリックでズームすることができます。で、落とすときにはですね、減速した方が当てやすいです。よっと。で、一気に爆弾投下と。うおー。で、下見ると、爆弾がすごい落ちてってますね。まあ、スペースバーを押し続けるとこうやって爆弾が落ちていくのが見えますね。まあ、ちょっと見てみましょうか。爆弾ね、最初に落としたやつどうやって見るか分かんないんだよね。あった、多忙しちゃった。まあ、雲の中落ちてってと。で、あ、もう一発で破壊できちゃったね。まあいいや。おっと、エンジンの方切りっぱなししてたや。まあ、あんな風に爆弾落としてね、敵の基地を破壊していくのが、まあ、爆撃のロールとなります。あそこに見える敵の星のやつが敵の飛行場ですね。あれを完全に破壊してしまえば、上の方のバーがみるみる減っていって、でゼロになった時に、まあ、勝ちとなります。だからね、必ずしも敵の飛行場を破壊したからといってね、勝つってのは、まあ、ギャランティー、まあ、確実ではないですね。まあ、破壊すれば、まあ、ほとんど勝てますけどね。まあいいや。あそこの飛行場破壊するかな、じゃあ。まあ、50キロ爆弾、あんまりダメージ与えられないんで、車両にぶかけるのが一番じゃないかななんて思うんですけどね。まあ、スズメの涙程度でも数ありゃ破壊できますんで、もうそろそろかな。で、エンジンの方オフにしてと。で、爆弾投下と。はは、超投下してまくるぜ。これで OK と。まあね、この爆撃機、高さはだいたい5000、6000ぐらいは飛べるんで、敵の戦闘機がめったにやってこないです。さてと、そろそろ落ちるかな。お、当たった当たった。いやー、やっぱりでも気持ちいいですね。で、リサーチポイントも88で、ライオンが1530と、まあ、結構たまりますんで、
初心者の方はですね、戦場がどんなものかと味わいながらプレイするには爆撃機が一番じゃないかななんて思うんですけどね。まあ爆撃機をおすすめしますと、爆撃中の僕が言います。しかもまあアーケードバトルですからね、リスポーンできますから他の戦闘機。まああんまりねこうストレスたまんないですから。さて旋回していくか。もうすぐそろそろ爆弾の方が、ま、装着されましたからね。またよいしょと、でまた爆弾投下と。まあとはこれの繰り返しですね。まあ、旋回して爆弾落としてまた1分ほど待って、で旋回して爆弾落としてっていう感じですね。あでも勝ちましたね、爆弾。ちょっと間に合わなかったな、残念。まあただね、動画的にあまりこればっかやっちゃうとただ飛んでるだけでつまんないんで、あんまりしないんですけどね。でまあこうやってリサーチポイントがたまるとこの画面が出てきて、まあエンジン今までさっきまでねリサーチしてたんで、リサーチが終わったよーということで、まあライオン、シルバーライオンで買うことができます。1600円ですね。600円じゃないな。でですね、リサーチポイントが42ポイント余っているんで、次のリサーチの方に振り分けることができます。まあたった42なんでね、あんま多くないですけど、どうしようかな。エンジンスロットルに振り分ければ馬力が増すんで、どうしようかな。馬力が増すんで上の方にも登りやすいし、スピードも出るし、ただエアフレームの方も撃たれた時に剛性が増すんで、これも欲しいんだけどな。カバーとかいろいろといいものだらけなんですけど、エンジンスロットルの方、アンロックし、OK。で、まあこのようにもです。ミディアムボンバー、HEN116、H6。これを今、リサーチしています。ただ、本当にですね、たまる数がスズメの涙程度なんで、プレミアムアカウントになんないと、全然たまんないですね。で、あとはまあ課金のやつでこっちの方からも買えば、これも爆撃機だね。何が載せれんのか欲しいな。買っちゃおっかな。あでも高えな、これいくらだ。これは1150もすんのか。でまあだいたい8ドルですね。8ユーロか。まあいいや、我慢しよう。日本の方はですね、まあ、全部買ったんですけど、日本びいきなんで。そうですよ、課金中ですよ。ふんだ。さて、どうしようか。日本の方な、これ、流星だっけ？これもアンロックしたいかな。日本の方でちょっと飛んでいくかな。そうだな、ちょっとリアリスティックバトルで飛んでいくか。人が集まるといいんだけどな。で、リアリスティックバトルはですね、ここで選んだ戦闘機だけしか使えません。まあ、リスポーンも1回だけなんで、1回っていうか、まあ、その戦闘機1個だけなんで、落ちてしまえばそこでおしまいです。いやー、結構難しいです。最後まで生き残ったのが1回だけですしね。うん。1回だけですしね。巣の発音が悪いな、俺気をつけないとな。そう、爆弾積んでいこうかな。まあ 60kg 爆弾なんで、地上軍の方も一応攻撃できると。でオムニパーサスパープープス 7.7mm アミニションベルト、まあこれがいいかな。トレーサーがないとどこに撃ってるのか分かんないからな。
燃料は45分で。で、キャリアフリートからスポーンします。ターゲティングディスタンスな、600ぐらいが一番かな。まあ、デフォートだとだいたい400だ。OK。いや、でも格闘戦だからな。ちょっと400に変えておこう。で、行きましょう。あの、キャリアから、まあ、空母からスポーンします。おお。じゃあ行ってきますと。で G でギアをしまいますと。テイクオフ。爆弾ね、ちゃんと羽の下についてますんで、爆弾どこに落ちるかっていうインディケーターがないんでね、まあ、勘で落としていくしかないです。またねシュッて行っちゃったよ落としていってきます。落としてシュッ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 で X と X と一応ロックオンできますんで、まあ、どれぐらい離れてるのか分かります。まあ20キロとかね、まあ15キロメートルとか、まあ、参考程度に見えますんで。でコックピットの中がこんな感じですね。かっこいいやっぱり好きですね。確か日本語に直されたやつあったような気がするんだけど、左と右になってんね、ちゃんと。ただほとんどラピュタ語だね。全然なんて書いたのかわかんねえよ。でまあエンジンの方出力上げると、こうやって左手の方がピクピク動きます。エンジンの方出力下げると前の方に戻ると。でジョイスティックの方もね動きますし、キューと E を押すとこうやって足の方も押しますと。あ、そう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 。で一応リアリスティックバトルなんで、もうお見せしますとあんまり無茶な飛行はできないです。もうこうやってね逆さまになると、まあこうやって下の方をグインと向いてしまうんで、あまりやんない方がいいです。まあ、ただゼロ戦は結構優秀なんでね、まあちょっと多少の無茶は大丈夫なんですけど。でですね、これのさらに上のフルリアルバトルがですね、まあ、この視界しかできないんですよねまあこれがレティクルのやつなんですけど、これしかできないんで、であのマウスと今キーボードでやってるんですけど、それも使えないんで、かなり難しいですね。ただものすごいリアルなんで、やっぱりすごい楽しいでしょうね。ケイジュンが向こうにいるね、まあ、ただトルペドとか持ってないからな、魚雷か持ってないから今回は遠慮しよう。3人ほどボットですね。まあトータルで6人ボットですね。ここにボーフォートがいるんだよな、ちょっと作敵。敵がなかなかいないな。画面が汚ねえ、画面が汚くて敵かなって思っちゃう。ボーフォートは味方に任せると。あれも味方らしいな。ケージンがすごい撃ってきてるな。おー怖い怖い。おー卑猥。どこが卑猥なんだよと。すいません、痛かっただけです。敵さんこれおそらく。P40 か。戦闘機なのか全く分かんねえや。まあいいや、爆弾落としてちょっと軽くなってから行こうと。ピルボックスだね。味方がボーフォートに全部食らいついちゃってんじゃないか。さてと、ちょっと下の方に行って爆弾落としに行こうかな。まあ、あのアーゲールバトルだとどこら辺に爆弾落ちるのか分かるんですけどね、こっちの方は分かんないんで本当にちょっと難しいですね。あ、そうそう、早く行きすぎると機体がもげるんで、まあ、羽ですね。
気をつけましょう。お、やばいやばい、危ねえ危ねえ。そうだこれ AA とか当たったら絶対死ぬだろう。あかん、ちょっと早すぎて爆弾落とせねえわ。これ爆弾落としたらちょっと逃げよう。あったあったあった、あそこか。 P400 あそこにいるね。当たんねえな、これ外したな。思いっきりミスってんね。まあ、あそこに P400 がいるから、まあ、戦おっか。 B25 が後ろに来てんね。でも味方が来てるから大丈夫かな。ちょっと味方守んねえときに。ただね、20mm 砲がね、ゼロ戦本当に少ないから、指切りで撃っていかないといけないんだよね。ドイツの戦闘機のように、まあドイツとか日本アメリカの戦闘機のようにこうバババって撃てるわけじゃないから。でレティクルの方もね出てこないからね。レティクルじゃなくて丸いやつでどこら辺で撃てば当たるよっていうやつも出てこないんで、結構難しいですね。当たったかな。だからトレーサーがかなり重要なんですけど。あ、当たった、イエーイ。やったね、タイちゃん。戦闘機一機落としたよ。P400 向こうに来てますね。このあれも戦いたいな。あ、でも、ちょっと、やばい。登んねえと。スピード上げながら登んないと無理だな。あ、やばい。これはちょっと、逃げよう。羽がやられたけど、フラップとかはいかれてないから、おそらく、お、進化した、進化した、オッケーオッケー、ラッキーラッキー。空母の方に戻っていきましょう。あ、やばい、あそこのブーメラン追いかけてきてる。やだあ、やばい、エンジンが死んだ。あー、これはちょっと良くないね。エンジンが死んだら、これちょっと滑走じゃなくて滑空しながらしていかないといけないんだけど、これ間に合わないな。間に合わないっていうか距離が足りないな。あ、仕方ない、これエジェクトして離脱するしかないね。残念。あ、エンジンが死んだんじゃなくて燃料がなくなったのか。あー、なるほどね。仕方ないや。まあ、今回はここら辺で終わりにしよっか、この戦いは。